生き霊の話をすると怖がる人がいます。確かに人の恨みの念なので恐ろしいといえば恐ろしいです。しかし恨む方も恨み続けるので労力がいるし大変です。恨む方も不幸です。恨む方も恨まれた方も不幸、双方が不幸。まさに人を呪わば穴二つ。ではこの生き霊を何とか解決できないのでしょうか。これはとても難しい。自分が生き霊を出す側なら何とかできるかもしれません。自分で自分をどんなに恨む状況にあっても、説得して納得させて生き霊を出さないのです。自分自身の怒りの感情をコントロールするわけです。簡単ではありませんが、心がけ次第である程度は可能です。しかし生き霊を受ける側なら果てしなく難しいです。生き霊を出す側を説得しなければなりません。それほど恨む相手をそもそも説得できるのかという話になります。生き霊を解決する方法、原則はあります。要は相手が納得すればいいのです。例えば会社の業績が落ち込み、従業員をリストラしなければならない。その場合、成績の悪い人間をリストラ候補にするのは普通ですが、やはりリストラされる側はショックが膨大です。やむを得ないことですが、相手は人間です。人格を傷つけてはいけません。会社の厳しい状況を説明し、そしてリストラする従業員の他での可能性を語り、相手が納得したら生き霊は来ません。生き霊は客観的な状況によるものではなく、感情的な問題だからです。客観的に恨みを買う状況であっても、相手が納得すれば恨まれない、生き霊を受けないのです。逆に言えば、誤解を招いたり、逆恨みされたりで生き霊を受けるケースもあります。基準が感情的なものだからです。生き霊は納得すればなくなります。これはたたり霊も同じです。たたり霊は生前の恨みを晴らそうとするわけです。やむを得ない事情がであることを説明したり、素直に詫べることで解決への道が開けるかもしれません。本来の除霊の方法はこの方法でしょう。取り付いてる霊を説得し、霊を慰めれば、霊はてたるのをやめ、霊界へと旅立っていきます。この方法なら疲れてる人もついてる霊も救われます。言葉を尽くす、神道のやり方、事向けやわす、森羅万象すべてに当てはまります。